こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今回は、バブアのビデイルを使ったコーディネートを10体こちらのトレソーに、着せてご覧になっていただければと思います。おそらくこの動画が配信されるタイミングぐらいでは、まあ、今よりも随分肌寒くなっていて、バブアを着る機会っていうのが、まあ、皆さん増えると思いますので、まあ、このコーディネートを見ていただいて参考にしていただければと思います。10体ありますので解説はそこそこに行いたいと思います。それではどうぞお付き合いいただければと思います。はい、まず1体目がスーツを使ったコーディネートです。グレーの少し素材感のある結構ガシッとした生地を使ったグレーのスーツに、レギュラーカラーのベージュのシャツに、ペイズリーのプリントのネクタイですね。でこれに、チャーチのシングルモンクスウェードのブラウンを合わせたいと思います。まあ、スーツなんですけど少しこうブリティッシュな印象でコーディネートを組んだスタイリングになります。ペイズリーのネクタイの色の中にグリーンが入ってまして、まあ、それとこのバブアのグリーンをリンクさせつつ、靴のちょっとこのオレンジかかった茶色と同じくネクタイの中にオレンジっぽいカラーリングが入ってますので、そのあたりをこうリンクさせたスタイリングになります。と2体目がこちらになります。同じスーツを使ったコーディネートで、まあ、私が注目をしているジョンスメドレーのウエストコートネイビーを挟みまして、ネイビーとグリーン、あとイエローがポイントで入ったレジメンタルのネクタイをしております。なので全体的にはグレー、ネイビー、グリーンで構成をしたスタイリングになります。実はスポーティーな印象の V ゾーンになりますので、少し固めの、セミブローグの表側のシューズを合わせたいなと思っております。色数を絞った、ちょっとこうストイックなスタイリングかなと感じております。で続きまして3つ目のコーディネートになります。ネイビーブレザーを中心にヴィンテージのジーンズ、あと V ゾーンはちょっと綺麗なグリーンが入ったタータンチェックのシャツに、こう全くあえて色を拾わず、ネイビーだけ色を拾った、ネクタイをチョイスしてます。うるさくなりがちな V ゾーンなんですけども、ネイビーっていう共通点、あとはグリーンっていう共通点を使うことで全体がなんとなくまとまった印象になっているコーディネートになります。靴もここであえてドレッシーなジョージ・クレバリーのモンクストラップシューズを合わせることで全体が引き締まるんじゃないかなと思っているコーディネートになります。4体目がこちらになります。ヘリンボーンのツイードのジャケット、ヘリンボーンのツイードのジルで、ウールのグレーベースのタータンチェックのネクタイに、キャバルリーツイールのザンスのベージュっぽいオリーブのパンツを合わせております。素材感が結構ゴリゴリのブリティッシュなイメージのコーディネートなんですが、グレートーンを割と中心にすることでそんなにどんくさくなりすぎないコーディネートになったんじゃないかなと思います。で靴はあえて私だったらダークブラウンの、クラークスのデザートブーツを合わせたいかなと思っております。あと白いシャツっていうのもポイントだと思います。ちょっとこうツイーディーなアイテムってどうしてもボケてしまう印象になりがちなんですけれども、白いシャツにすることで全体が引き締まった印象になっているんじゃないかなと思います。続きまして5体目のコーディネートになります。ガンクラブチェックのツイードのジャケットにウエスタンシャツ、レジメンタルタイ、サイドアジャスターのコットンパンツ、ホールデンのタッセルローファー、多分一番私っぽいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ最近の中ではよくしていたコーディネートになります。割とこうベーシックな色合わせ、素材合わせの、バブアが、まあ、最もこう生きるコーディネートなんじゃないかなという気もしておりますが、赤いラインっていうのがポイントになってきます。6体目がこちらになります。ツイードのグリーンベースにネイビーが柄の中に少し入ってますので、ネイビーのタートルを合わせまして、割とジャケットが結構柄が強いジャケットになりますので、パンツはもう無地のグレーを合わせております。結構ストイックにいきました。であえて靴はここで辺りのミドルカットのものを合わせて全体のトーンを抑えたイメージの靴選びにしております。はい、7体目がこちらになります。袖にラインが入ったちょっとアイビープレッピーっぽいニュアンスのスクールカーディガンみたいなものに、クレストタイ、あとはブラックウォッチのスラックス、ウールのスラックスを合わせて、まあ、なんちゃってフレンチアイビーみたいなニュアンスなんですけど、まあ、それに間違えてバブアを着ましたみたいなテイストのものです。
なんとなく強引に色とテイストだけで素材、雰囲気をコーディネートしたスタイリングになります。なので靴もなんちゃってな感じでローファーなんですけど、あのファーがついたパラブーツのローファーを合わせたいなと思います。ちょっとこう可愛らしい雰囲気のスタイリングになります。はい、8体目がこちらのコーディネートになります。もうすべてデニム、バブアー以外全部デニム、ジーンズにしました。で、中に着ているジージャンがリーバイスのファーストです。ちょっと独特の異彩を放っていると思いますが、実は私のではなくて、あの奥様のものなので、こっそりいつか着てやろうと思ってます。ギリギリなんとか着れますので、まあ、あのこういうジーンズを重ね合わせるスタイリングっていうのも、あのバブアーが1点入ることで、ワークからカントリーのラギット感に少しこう移行することで、なんとなくこうまとまってくるかなという感じがしております。あの私はこういうのにバブアーじゃなくてもミリタリーウェアとか、例えば M65 とかを着て、あのネイビートーンの中にオリーブを刺すっていうコーディネートはよくやるスタイリングになります。靴はもうこの場合はオールデンのプレントで間違いないんじゃないかなと思っております。はい、9体目がこちらになります。バブアーといえばシャギードッグのニットでしょっていうぐらい、やっぱり相性がいいなと個人的に感じてまして、シャギードッグのニットをメインに PT07 のガンクラブチェックのウールパンツで、靴はちょっとパンツになじませてクラークスのワラビーが相性がいいかなと感じております。多分このパンツが血のパンとかジーンズとかになってくると、もう本当にただのカジュアルになっちゃうんですけど、このウールのパンツを合わせることで上品さが保たれるスタイリングじゃないかなと思っております。はい、最後10体目になります。先ほど4体目か5体目で使用したヘリンボーンのツイードのジレに、タータンチェックのネクタイ、ボタンダウンのシャツにリーバイスの501のリジットデニムです。いつも思うんですけど、やっぱりタータンチェックのネクタイは、あのバブアーのこのライニングのタータンチェックとこう相まって、すごく相性がいいなと、ほぼ見えないんですけどすごく相性がいいなといつも思います。靴はカントリーな雰囲気の匂いのするジェームウェストのゴルフを合わせたいなと思います。まあ、この場合ジャケットがなくて、あのバブアーがもうジャケットの代わりになっているっていうニュアンスのコーディネートになってきます。バブアのビデールを使ったコーディネート10体を今回お届けさせていただきました。もしお好きなコーディネート何番が好きだったみたいなのがあればコメントをいただければすごく嬉しいです。まあ、どれも好きじゃなかったっていう可能性もあるんですけれども、あの頑張って作りましたので、ご覧になっていただければ嬉しいです。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。